祭りで人気の綿菓子。美味しいですよね。どうやって作るのか知っていますか？綿菓子製造機の中を見てみましょう。まずこの中央の容器に材料となる砂糖ザラメを入れるんですが、このカバーを外すと中にモーターがあって容器が回転するようになっています。さらに容器を外すとここにブラシがあり、ここから容器のヒーターに電気を送り温める仕組みになっているんです。容器の上蓋には溝が作ってあります。容器の中に入れたザラメがヒーターにより溶かされ回転すると、蓋の溝から飴状になった砂糖が糸を引いて飛び出します。それが空気中で冷やされて固まることで綿菓子になるという仕組みなんです。砂糖はどのように飛び出しているのでしょうか。実験してみましょう。筆先にインクを染み込ませます。回転する台につけます。そして台をドリルで回転させます。回転に対して接線方向に飛び出しているのが分かりますよね。綿菓子から飛び出す砂糖もこのインクのように飛び出しているんです。こんなものを作ってみました。手作りの綿菓子機です。缶の底には小さな穴がたくさん開いています。缶をバーナーでしっかり温めておいて、そしてこうするんです。砂糖を溶かしてすぐに回転させると、こんな風に手回しでも綿菓子を作ることができるんです。はい、取って取って。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。